神神ラジオ。神神ラジオをお聞きの三林の皆さん、青く光るロイソの海からこんにちは。相模の国マイカナスの社所属、串州の睦原美琴だ。睦原美琴役の福原克実です。全世界約78億人のクラミ有鷹ファンの皆さん、こんにちは。いつもいつも工場を聞けるとでも、え、欲しがり屋さんですね。いや武蔵の国暗闇州クラミ有鷹です。クラミ有鷹役の武田海人です。はい、よろしくお願いします。いつもいつもオープニングトークを聞けるとでも、え、どうしたんですかこの工場っていうか、まあ、この工場というか、これね、あの車線道先生が毎回執筆してくださっているということでですね、あのすごいな、いつ寝てるんだろう、うん、ちゃんと寝てくださいね。寝てくださいね、車線道先生、よろしくお願いします。お願いします。ふにゃふにゃになっちゃってるさあ第6回ですが、うん、あのね、もう第6回か、もうハンクール撮ったんだ。そうなんですよ、ハンクールっていう考え方でいいのかな、うん、ワンクール12話だもんね。そういう数え方なんすか。俺の中では勝手にこう考えちゃったけども、うん、あ、でもその考え方でいきましょう。いきますか。ハンクール、ま、ハンクール、ハンクール、ま、第6回撮ってきましたねはい、いろいろありましたね、うん、まあ、前回ね第5回でね、うん、本当にいろいろあったんですけれども、そうね、うちのリーダーがゲストに来てくださって、そう、バッチバチのバッチンバッチのバッコンバッコンにのね、もうやってやりましたよねすげえ回でしたよね本当に。まあそんなね、第5回からの第6回なんですけれども、うん、今回もバチバチになるのかな、どうなのかな、どうなのかな、楽しみにしててくださいね結構息合ってきたさて、この神神ラジオは、うん、電気小説と和風楽曲の両軸で展開するメディアミックスプロジェクト、神々化身を全力で応援する番組です、うん、ぜひ僕たちと一緒に盛り上げてくださいね。盛り上げてくださいね。そして今日も前回に引き続きあの方が参加してくださいます。誰だ。この後すぐ要チェケラッチョ。それでは最後までお付き合いください。お願いします。神神ラジオ神願ジングル。三林ネーム、カレーは飲み物さんの願い事。物が捨てられない性格なので、いつか断捨離ができる人になれますように。今この瞬間から断捨離始めましょう。お待たせしました。今月のゲストご紹介しましょう。この方です。七つの海を渡り、え、エジプトでは新しいミイラを発見した男。え、それではどうぞ。クレーム衆殺契約北山健介です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。リーダーちゃんとはっきり言わないとそうですよ。エジプト暗闇衆のさつきゆかり役のってきちんと今言ってくれたね、エジプトのねこともちゃんと言わないと。ミイラを発見したんですか。だったらさ、それさ俺に教えといてくれよ何も教えられてないのにさ言えるわけないだろ。いやね、こうリーダーがね、うん、やっぱこう名乗りやすいように。そうですよね。サプライズで、うん、そう、だいぶね、うん、温めたと思いますね。いやいやいや、はい、だから全てはリーダーのため、先に伝えとけっつってんの、うん、いやでも伝えたら、うん、なんかね、伝えたらなんかねで終わるだろ、今の生感がやっぱりそうそうそう欲しいかな。生感が、そう、はい、じゃああれが限界だよ限界突破していきましょう、北山さん限界突破していきますよ。早速ね、じゃあコーナー行きましょうか。はい、じゃあこちら、はい、神神トーク。よいしょ、はい、あ、よいしょ、ここだ、ここだ、よいしょ、ここでよいしょだ、ここでよいしょだ、よいしょ、こういった少しずつ限界突破していきましょうさあ神神トーク、普通のお便りのコーナーです。よいしょ、よいしょ、いっぱいいただいておりますさあ元気にいきましょう。早速ね、メッセージご紹介していきましょう。汗かいちゃったさあ一つ目いきましょう。はい、三林ネームアドゥーンさんからいただきました。
ました。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも神神ラジオを楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。福原さん演じる美琴は全力食堂に住み込みで働いていますが、皆さんがこれまでにやったことのあるバイト、珍しい職種だった、やって面白かった、あるいはこれは辛かったなどのエピソードがあればぜひ教えてください、うん、私がこれまで体験したバイトで割とレアかなと思われる仕事は、うん、ダンススタジオのフロアに紙やすりをかけるというものです、うん、ワックスをかけない無垢の木材でできたフロアだったので、うん、摩擦による滑りや細かい傷を定期的にヤスリで鳴らす必要があるそうで、ね、とのことです、うん、このアドゥーさんのバイトすごいなんか職人技というか、ね、確かに、ね、これバイトでいいのかいいのかっていうレベルの、なるほどね、教えてもらってできるもんなのかっていうと、そうですね、かなり繊細な作業ですよねこれね。なんかそのダンススタジオで働いてる人のバイトじゃないんだっていう、そうですね、ダンススタジオのダンススタジオのフロアに紙やすりをかけるバイトですっていう感じで行ったのかな。すごこれは珍しいですね、会社のそういうお仕事で来たっていう、うん、かなるほど、うん、皆さんえ、うん、どうですかバイト、あります、あります、はいはいはい、かげちゃんなんか、うん、ありますバイト。あ僕ね、はい、3種類しかやったことなくて今までに。そうなんです、うん、僕一つの職場がすごい長くて、うん、ネットカフェでバイトしていた時期があって、はいはい、で某を僕そのネットゲームにハマっていて、うんうん、で僕がハマったことによって、うん、その他の社員さんとかにもそのゲームが広まって、うんうん、はい、挙句の果てにそのお客様にも広まってお客様と従業員みんなでそのネットゲームをお店でやるようになって、お店でやば、でそのネットゲームの稼働率が、はい、あの全国1位になって、しかも3年連続で、そのメーカーさんから直接なんか表彰していただいてただ遊んでただけなのに盾を送ってすごいじゃん。そうですね、でその某ゲームの某番組で今あのパーソナリティというかやらせていただいて、そこに繋がるんだ。そうなんです、すごい、そうなんですよ、そうなんです、バイトから繋がったと。なんかそのプロデューサーさんとあの打ち合わせしてた時にその番組が決まって、あそういえばなんか大阪でそのこのゲーム盛り上がってた地域なんかあったみたいなんだけど知ってるみたいな、そこ僕ですっていう、そうそれうちの店っすね多分どこどこの何々店ですよねみたいな、分かっててオファーが来たわけではなくて、違う、本当に偶然なんだ、なんでそれオーディションの時言ってくれなかったのそうだね言えばねやってるからいいけどね、強みになってこんな感じです、はいはい、僕結構飲食店が多かったかな。おお、いいでもいいですね、でも、うん、イメージあるよ、なんかホールです、うん、だよねだよね、いらっしゃいませ、何名様ですかーっつって、うん、そんないい声で、まるでガソリンスタンドかのような声の大きさで、うん、好かれる店員さんだよね、うんうん、結構その声優を志してから専門学校行き始めて、うん、そのまあ、某回転寿司屋で働いてたんだけど、某回転寿司屋で働いてたんだけど、お客さんからいい声してるねって、いやそりゃなるでしょそれ、そすごい嬉しくなりつつ、いいなそれ、でも結構ハードだった、うん、やっぱその洗い場とかはこう仕分けてから、うん、あのガッチャンってやる食洗機に入れるんだけど、それを仕分けするときにもうこのシェイプアップ運動が半端なさすぎて、ね、男なのにくびれができる、あいいじゃないですか、もう本当にじゃあ肉体労働、肉体労働だった本当に、飲食はやっぱね多いよねそういうね、うん、だから洗い場に入ればダイエットができるっていうもっぱらの評判、そんな過酷なんすか、結構すごかった、ね、暑いしね、暑かった本当に。北山さんなんかバイトやられてたんですか、うん、やってたやってた、一番最初にやったのは、うん、某あの大型店、大型店デパートみたいなああそういうことかの家電売り場、へー、リーダー家電売ってたんですか、うん、全然知らないのなんで押し込んだ最初はカート回収だったのよ、はいはいはい、いますよね、だから、うん、カート回収だったらあまりね人とも喋んなくて、少しさ、まあ確かに、うんうん、いいんじゃないかなと思ったんだけど、うん、その面接の時にだ、君家電に興味あるって言われて、うん、いやないですっつったあ言ったんだ、はっきり、いやないですないですっつった、うん、カートをやりに来ましたって言ったんだけど、うん、配属先家電がそれひどくないですかいやでもリーダーなんだかんだ言って話すの上手いじゃないですか、うん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 、あとしっかりこう人の話聞いて話してくれるし、確かに購買意欲かきたてられる、そう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 、だから本当に、あ
ここじゃないみたいな。いや、多分ね、ハキハキ喋ってたからだと思うんだ。あ、なるほど。その時まだ18歳とかだったから、学生の時だったから、うん、多分それで言われてやったんだけど、やっぱ人の汚さを見ちゃうよね。なんかそっからなんか人って綺麗なもんだと思ったものがだんだんくすんでったんだよ。やば、くすんでいった。くすんでいった。なんか、うん、あ、人ってこんな理不尽なんだと思って。それ以来ちょっと怖くなったよね。ちょっと人間怖くなった。そこでちょっと人格が変わったかなって。そこから、うん、ちょっとやめよう、なんかちょっと暗くなってきそうだからさ、ちょっと次のお便りいきましょうか。では次いきます、うん、はい、三林ネームタネリさんからです。ありがとうございます。北山さんと武田さんは、うん、いつもツイッターでリプライし合ったり、うん、タワレコ武蔵小杉店さんに2人で訪問したりと、うん、とても仲良しで、うんうんね、そうですね、仲良しなんです。として見ていて嬉しくなってしまいます、うん、僕も嬉しいです。いつもニコニコです。僕もニコニコです。質問なのですが、はい、人見知りで有名な、うん、有名なの？有名な有名な有名な北山さんを、うん、武田さんはどうやってここまで手なずけたのでしょうか、うん、とても気になります。手なずけた、手なずけた慣れてねえよまあこれはでもまあ僕たち初めて会った時からこんな感じなんですよ。あ、そうなの？そんなわけないでしょこんな説明を押しするわけないでしょ、うん、初めて会った人にさいや、なんかちょっと妙な説得力があったから騙されちゃったな。そうだからまあ最初からこうだったんで、うん、初めからこうだったとしか言いようがないです ね。そうなんだ。彼は 80% 嘘ついて 20% 冗談で言ってますからね。 20% 嘘かもしれない。なんかてか、まあ、昔からこうだったって感じですかね。本当に昔から会う前からやっぱそういう絵にしだった、うん、前から運命だったみたいな。だからもう初めて会った時からもう、うん、リードみたいな感じでしたけども。ちなみにですけど、うん、あの人見知りで有名な北山さんをって書いてあるんですけど、うん、人見知りで結構有名で、うん、有名で有名で北山さんと別の現場で一緒になったよっていう人がいて、うん、で僕その子から、うん、あ、北山さんと神々化身で一緒になるんだ、うん、僕一緒だったけどね、うん、結構心の扉開くの時間かかるよって言われたいやそれはね、あの子がね、ね、ご存知のあの子がガンガン来るからさ、うん、ガンガン来る、確かにね、ガンガン来られたら俺やっぱ距離取っちゃうのよ。なるほどな。そう、あ、じゃあここで一つアドバイス、うん、リーダーは押しすぎると引いちゃうんですよ。だからこっちから引けばいいんですよ引きすぎだけどね。じゃあリーダーが来てくれるあなたの引きはちょっと二度と行かないからな、まあ、あとですね、そう、うん、タワレコ武蔵小杉店さんの、ね、うん、お話が出ましてですね、はい、いつもねお世話になっておりまして、ね、いつもねなんか飾り付けていて、ぜひ見てくれたら分かると思うんですけれども、すごいんです毎回。すごいリアルタイムでもう情報解禁されたらすぐにね、あのいつもねこうボードとか作ってくださってね、あのローイソの生放送の時もその生放送その1日しかなかったのにも、うんうん、わざわざその、ね、告知のね作ってくれたりとかして、うん、くださって、いつもお世話になっております本当に、ね、お世話になったもんね我々行った時ね。そう2人でね、うん、あの結構前にあの訪問させていただいて、ね、うんうん、あれも楽しかったですよね。なんか旅行気分で行けたというか、なんかリーダーはええって言ってる君との待ち合わせがうまくいかなくて大変だったよあれそうでしたっけ。そうだよ、もうすぐにもうなんか行けた気がするんですけどね。いやいや30分ぐらい俺待ってたよちゃんとしなきゃちゃんとしなきゃ、うん、武蔵小杉店さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ、手なずけ方はまあ引くということですかね、はい、じゃあ3つ目いきましょうか。はい、三林ネームチカロニさんからいただきました。はい、ありがとうございます。福原さん、武田さん、北山さん、ニコチワー、ニコチワー、ニコチワー。幸福の市のこれが歌えたらそりゃ神も下に化身つけるわと納得の歌唱には度肝を抜かれました。確かに。これをボーカロイドではなく人間が歌えるのか、うん、歌えとるやろがいの衝撃、うん、歌うように語り語るように歌う絶妙な緩急、うんうんうん、どうしていつも自信なさげなことをおっしゃるのか不思議です。どうしてですかこれはさ、自信なさげなことに対してどうして自信なさげに言うんですかってこと？これはあの歌に関しての質問じゃないわけね、うん、おそらくそうですね。なんでいつもそんな自信ないんですかって、ね、自信ないからね、そんなにかっこいいしそんなに 歌えるしセリフも上手いのに、うん、なんでよってことですよ。君もうそれ言っちゃダメだからねどうしよう、ね、
なんか俺も疑問には思う、常々疑問には思っている、うん、自信なんてないよ。収録始まるまでは、うん、そのあもう無理だよこれやんないよ、もう帰るよ、今日ね、っていう感じなのに、別に、ね、収録の時は幸福の位置の時もね、これこれ歌えないよって、だって楽譜だよね、無理だよ無理だよこれ無理だよこれ、ごめんごめん、俺そんな滑舌悪いの？悪くない、悪くない、ちょっとね、モノマネするとき若干僕は滑舌悪くなる傾向にあるんですけれど、お前ちょっと、あとで怒るから、後で怒るから、後でお説教だからな。そう、でもね、しっかりバチッと決めてくれるのが、そうですよ、いやもうなんだったらリーダーはマイカナズの時も、俺踊れないよって、もう俺はもうあの浅亀くんと武田くんの引き立て役だからもう俺はもうなんか後ろにいるよ、もう最年長だよ俺、だよもう腰痛えよって言ってたんですけど、膝サポーターもしてるしな俺いやでもでもね、皆さん見たでしょ、あの本番のあの表情、そしてあの堂々とした踊り、もうこれがリーダーなんですよ、やるしかないからやったんだよでもね、それなのにこう自信なさげというか謙虚なねところがリーダーのね素晴らしいところなんですよ、そこがかっこいいところなんですよ、かっこいいところだから、そう、そう。でもだからどうしてですかっていう質問に対しての答えは、もうそれほどリーダーが魅力的な人だからです、はい、はい、これもう答え出してくれるんだね自動だね、楽でいいねありがとう、ありがとう、それでいいよ、綺麗に決まったね今ね、はい、OK, OK、 ありがとうございます、いえいえ、よくわかったでしょうか、チカロニさん素敵なお便りありがとうございます、この神神トークのコーナーですが、普通のお便りお待ちしております、はい、ぜひぜひメッセージはですね、動画の概要欄にありますメールアドレスからお願いいたします、あの三林ネームもあの忘れずに書いていただけると助かります、何卒よろしくお願いいたします、します以上神神トークのコーナーでした、神神ラジオ神眼ジングル、三林ネーム林川モスコミュールさんの願い事、劇が12人みんな穏やかに過ごせますように、ぜひその時まで見守っててください、褒め上手はどっち、褒めて褒めれて称賛して、リーダーこのモノマネどう思います、似てる、めっちゃ笑っちゃう、特にあのラストの引き際あれね、似てる、ビブラート気味な、似てるでしょ、似てる似てる、いや不評なんですよこれ、いやいやいや、クリソツだよでしょ、クリソツってなんかどうした、表出るか、まあまあまあ落ち着いてくださいこちらのコーナーでですね、あの出されたお題に対して僕たちがとにかく褒めて褒めて褒めまくって、誰が褒め上手だったか勝敗を決めるというものでございます、なるほど、どうですか北山さん、褒めることって得意ですか、無理無理ダメです、逃げられません、無理とか言ってるじゃないですか、はい、なんてねなんてね俺ね褒められるのも苦手なんだよ、あ、まあ、そっちはわかるけどまあ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 、逃げられませんよ、逃げたい、ガチャガチャってやってきて、ガガ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 って言うんですまあ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 、でも大丈夫です、ルール簡単なんで、あの目の前に、ね、あのボックスがありまして、ボックスにはまあカードが入っていますと、はい、そのボックスから1枚カードを引いて、そのカードの書かれているお題に対して順番に褒めていくだけでございます、3人なので1回につき制限時間は90秒を設けさせていただきます、 OK だったらピンポーン、考える時間が長い場合や褒め言葉とディレクターが認めない場合は、ブーッとなります、なるほど、ブーッとなったら、まあ、回答権が次に移ります、なるほど、即座に移ってください、褒めた数の多い人にポイントがついて、先に、2ポイント先取した人が勝ちとなります、なるほどなまあ、じゃあとりあえずじゃんけんで、ね、あの答えていく順番をじゃんけんで決めましょう、リーダーがなんか死にそうな顔してるすごいなじゃあいきますよ、いきますよ、最初はグーじゃんけんほい、うん、負けた、最初はグー、ほらリーダーもちゃんとほら最初はグーって最初はグーじゃんけんほい、あいこでしょ、
じゃあ、たけちゃんから褒めてて、たけちゃん、はい、北山さん、福原の順番で褒めていきます。で、お題となるカードをボックスから、じゃあたけちゃんちょっと聞いていただいて。あ、ちょっと待って、ボックス壊しちゃった。それ大丈夫、壊れてない、壊れてない。それさ、北山ばっか入ってないよね。10枚中9枚北山みたいな。いやー、だいぶきついよ、それだったら。2回目も北山引くわけでしょ、それ。確かにね、ほぼありえそう。ちょっとボキャブラリーがないでしょ。どうぞ。はい、じゃあ1回戦いきますよ。はい、お題はこちら。みはやしネーム、はい、どんぶり猫さんからいただきました。ありがとうございます。しらす、しらす、しらす、しらす。いや、頑張っていきましょう。うん、ちょっとあの僕のあの苦手なパターンが来たかもしれないぞ。あ、しらす、うん、いや、まあ、やるしかないから。よし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 、行きますよ、行きますよ、はい、じゃあ、じゃあお題はしらすということで、じゃあたけちゃんから、うん、やっていきましょう。はい、いきますよ。お願いします。よーい、スタート。おろしポン酢で食べたら美味しいですよね。うん、卵と合いますよね。いや、単純に美味しいですよね。ダメか。しらす業大変なのに本当にありがとうございます。しらす小さいよね、可愛いよね。カルシウム豊富。おー、いい、うん、ご飯にかけると美味しいよね。わさび醤油でピリッといきたい。安い。やばい、今回やばい。コスパがいい。そういうことか。コスパいいのかい。コスパいいでしょ。あ、そう、うん、しそを巻いて食べると美味しいよね。はっと、入手しやすい。だー、醤油に合いますよね。シラスのプールで泳ぎたい。マジか。白くて可愛いよ。いや、生でもいける。ダメなんだ。いや、弟がシラス大好きっす。目がキラキラで可愛いよ。シラスは知らないっす。ダジャレっすか。親父ギャグだ。やめてくださいよ、ちょっと待って。じゃあ、もう、ほら、いやー、もう、まあ、これはカウントするまでもないんじゃないですか。でもだいぶ回ったね、これね。ですね。確かに回転率だけはすごかった。めちゃくちゃ難しかった。早かった気がする。そうだよね。じゃあポイント出てるんですけれども、たけちゃん5ポイント、うん、福原1ポイント、うん、北山さん2ポイントで、たけちゃんの勝利でございます。ありがとうございます。おめでとう。いやー、しらすって本当に素敵ですよね。なあ、たけちゃん1ポイント選手ということで。うん、はい、やっぱちょっと難しいな。しらすね。いや、しらす今漁獲量減ってるんだっけ。あ、そうなんですか。うん、まあ北山さんの豆知識も入ったところで、どんどんいきますよ。じゃあ福原引かしていただきます。引いちゃって。いきます。引いて。引いてって、それなんですか。何よ、何か引いてほしいんだ。はい、こちら。おい、なんだいその顔。わあ、なんだろう。なんだい。三林ネームアップルパイさん、ほかたくさんの方から同じワードをいただいています。あ、お題はこちら。北山京介さんです。よっしゃ。やった。いやー、これきつい。運命の。いや、どうしようこれ。16個くらいあるからな。逆に難しいな。これちょっとテンポ落としていこう。ね、これ引きましたよ。パッ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 ていきましょう。いやー、つらいつらいつらい。パッパッパッていきつつ、北山さんも言わなきゃいけないですかね、これね。いや、これつらいな。つらい？いや、大丈夫。自分を振り返っていきましょう。じゃあ、そう。改めて自分の良さをこうね、振り返って。見つめ直すのが嫌だから出てこないんだっつってんだろ。いや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 。よしよしよし。でもね、ここのこのラジオでは逃げられませんから。はい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 。順番はさっきと同じでいいか。もう全然。じゃあ行きましょうか。早速行きますよ。よーい、スタート。いつも僕が収録終わるまで待ってくれて一緒に帰ってくれる。これはあまり褒めないんだけど、自分のこと一番褒めたいと思ったのはこの作品に受かったこと。すごい予防線張るじゃん。人当たりいいですよね。役に対していつも紳士。早寝早起き。ダメなのかい。初対面でも話しやすい雰囲気あります。人見知りなのに。吹山さんはね。いつ相談しても絶対に真剣にそのそれに答えてくれる。正座すると足よくしびれる。吹山さん滑舌がいい。悪いんだよ。
あのさつきゆかりくんって、うん、結構口上とかが多いんだと思うんですけど、うん、ああいう堂々とした芝居の時のやっぱり声の通りとかがやっぱりかっこいいですよね。膝が悪い自分で料理したりとか家庭的な面が素敵だなって思いますね。家族をとても大切にしている。知らないだろ。知ってますいやそうだな、でもこうやってね褒めてくれる人たちが仲間にできたってことかな。なんでもうやるんだよあ、まだ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 、まあ、言わして言わして言いたい僕。あ、まあその、うん、まあいい意味で服とかに無頓着僕の誕生日に一緒にご飯を食べてくれましたあと、いつもかっこいいです。今日もメガネ似合ってる。やばいやばい、10億個出てきちゃう、10億個出てきちゃう、やばいやばい、すいませんすいません、あ、もう終わってました。そうです、終わってますよ。ごめんなさい、ごめんなさい、何やったんだ。その気持ちはわかるけどさ、もう終わってました。終わってました、終わってました。もう我を忘れちゃうんだから。すいませんすいません、今の全部マイナスだからね言ったから1ポイントずつ限定していくみたいな。今日のなんか服なんかパーカー可愛いですよね。違う後でなってる分は全部マイナスだからね。わかったよね、これマイナス点だからね。はい、じゃあポイント出ましたか。マイナスにしてくださいよ。マイナス何点でした？こちら、たけちゃん7ポイント、はい、福原5ポイント、うん、北山さん1ポイントということで、でもこれ、あの後で 5回ぐらいマイナスです、ね、マイナス、うん、いつも三林に寄り添ってくれる。これもですね、じゃあマイナス6ポイントマイナス6ポイント。まあね、まあこれはまあ決まりですかね。はい、まあ北山京介というお題に対しても1ポイントたけちゃんが取りましたので、はい、今回の勝利はたけちゃんということになります。当然です、ありがとうございます。君ら怖いよ、うん、おめでとうございます、うん、次の話題も北山京介さんでもまあ大丈夫なんですけど、ね、入れる意味がわからんでしょ大丈夫なんですけどね、うんうん、なんかあざかみさんのね、うん、その北山さんをこう褒めていく姿とかちょっと見てみたい、うん、そだからそこであざかみくんが止まっちゃったらさ俺の立場はないわけや気まずあ北山くんね、うん、はい、そうだなみたいな感じになって大丈夫っすよ。いや大丈夫じゃねえよ次回やるような雰囲気になっちゃってますけれども、うん、まず全然楽しかったです、ありがとうございます。ありがとうございました。このコーナーではお題となるワードを募集しております。うん、どんなワードでも大丈夫です。思いついたらぜひ送ってください。はい。はい、以上、褒めた、称賛したのコーナーでした。似てるな。演歌みたいになってた。攻めすぎた今。神神ラジオ神願ジングル。三林ネーム神の手も借りたいさんの願い事。私も誰かに褒められますように。いつも頑張ってるの見てるよ。よし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 。さてここでお知らせです。はい、まずは CD の情報です。はい、クシ集マイカナズ曲集2と暗闇集マイカナズ曲集2が10月6日来週の水曜日に発売します。あとちょっとだ、ついに来週。いやそう、楽しみだ。クシ集暗闇集の独演マイカナズ曲ソロ曲のほか、うん、その独演マイカナズ曲をイメージしたインストゥルメンタルや、うん、車仙道祐樹先生の書き下ろしシナリオによるドラマトラックを収録しています。いやすごいね。そう、詳細は追って公式ツイッターでお知らせいたします。はい、ちなみに神々化身の楽曲はニコニコ YouTube の神々化身公式チャンネルでフルバージョンのミュージックビデオが公開されておりますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、また劇たちのほのぼの時々バチバチな日常エピソードを描くオーディオブックシリーズ神々化身音声劇&短編小説の第2弾も鋭意制作中です。やったー。神々化身公式ニコニコチャンネルで配信する予定でございます。うん、また4月にリスンゴで配信された神々化身音声劇&短編小説ボリューム1も公式チャンネルでボリューム2と同時配信予定です。はい、こちらも続報は公式ツイッターでお知らせいたしますので楽しみにしていてください。はい、さらに神々化身は
10月2日、今週の土曜日で本格始動から1周年を迎えます。おめでとう、ありがとうございます。本当にありがとうございます。これも三林の皆様のおかげです。本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。神々化身では神神一周祭と題しまして、さまざまな施策を準備中です、はい、ぜひぜひ楽しみにしていてくださいね、はい、そしてよろしければハッシュタグ神神一周祭で一緒に盛り上げてくださいね。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではここで一曲お聴きください。僕が演じている六原美琴の曲です。影なり。朝模様透けて踊る横に揺らめく面影にまとっていた。日の渓谷咲くように吹く風、いつの間に背にしぐれ行こう。石爆をほどきながら何遍だって研ぎ澄ましてゆく美しい光を彩るだけ。神神ラジオ。お送りしてきました神神ラジオ、いかがでしたでしょうか。わー、楽しかった。じゃあ配信日はですね、毎月第2第4月曜日です、うん、次回は10月11日月曜日夜7時からです、うん、ゲストは、うん、暗闇衆万堂呼ばり役の浅上洋平さんです。浅上先輩、浅上さんへの質問やメッセージどしどしお待ちしております。お願いします。よろしくお願いします。楽しみ、というわけでね、はい、今回一番楽しんでいらっしゃいましたが、リーダーさん今日どうでした。何2回、うん、うん、寂しいね。心ここにあらずだったけど、まあ、一番楽しんでいらっしゃいましたからね、そうだね、リーダーが、うん、やっぱ我々がバーン温めておいたから、うん、そのおかげかなって。プロデューサーにはね、もうね12回全部呼べと言ってなんだ。12回で終わりじゃなかったらもっと先も呼べって言ってんだ。大丈夫かなこれ、北山さんなんかちょっと最後灰になりそうだよね。疲れすぎて。さて、はい、残念ながら無料配信はここまでとなります、お聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ニコニコ公式チャンネル会員限定コンテンツ、はい、神神ラジオリでは妄想全開でお届けする神神ベスト3を発表します。あ、今回は北山さんのベスト3もあるそうですよ。いいんですか。いや、きっとね、ドキドキするようなね、うん、ベスト3が聞けると思うんで、そう、楽しみ。こちらもぜひ聞いてくださいね。ああ、そうっていうのが。ドキ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 。さらにですね、はい、会員限定で楽しめるコンテンツやプレゼント企画もありますので、そちらもチェックしてみてください。会員限定コンテンツの詳細は概要欄に記載しておりますので、チェックチェック、よろしくお願いいたします。はい、神々化身を応援する神神ラジオ、お相手は六原美琴役の福原克実と、倉見有鷹役の武田海人、そしてさつきゆかり役の北山京介でした。せーの、バイバーイ。なんてね。